こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、見たことないタイプのお料理を探し求める旅のお時間でございまして、本日はなんと虎ノ門にやってきております。アート感が半端じゃない、すごい哀愁とかじゃないアートな背中見られる場所でございますけれども、今日はですね、この近くにありますある高校の授業をしに来ておりまして、今ね3コマあるうちの1つ目が終わって空き時間中なんですね。で、せっかくならこの辺でなんか素敵なお店がないかなと思ってリサーチしましたところ、ここにありますとんかつ屋さん、ここにありますあるカツ丼屋さんが半端じゃないんですって。目的の場所がビジネスタワーという建物の中に入ってるそうなんですけれども、街並みかっこよすぎでしょ。さあこちらですね、ビジネスタワー。このお店何？何だと思います？アーバンファミマですって。ファミマなんだここ。とんでもないね。ここだ。虎ノ門横丁入り口ですって。で、いろんなお店がここに入ってるという感じですけれども、きらびやか。きらびやかな感じ。そんでめちゃめちゃ海鮮丼も豪勢な感じだね。うわーうわー、すごい、なんかもう全てがキラキラしてる。そんでもう楽しげな空気感バンバン出てますね。どこのお店も屋台感があるですね。さあ、ありました、こちらですね、スカントさん。ランチ10時半からで、来た、ロースカツ定食、ヒレカツ定食、ロースカツ丼定食、ヒレカツ丼定食とありまして、このカツ丼見たことないという噂ですので、こちら攻めてみましょう。さあ、というわけで入店しまして、居心地のいいカウンター席、なんかおしゃれスタイリッシュなカウンター席でございまして、おしぼりも豪華な感じしてるんですよ。真後ろになんとハンバーガー屋さんもめっちゃ美味しそうなお店ありまして、今こっちで揚げてるお肉と後ろのハンバーガーに挟まれるハンバーガーです。ちなみにこちらのお店、なんと2013年世界最速でミシュラン一つ星を獲得したティルプスが始めたとんかつ屋ですと。とにかく絶対にこれすごいお店ってことですね。で、お昼のメニューがつかんと定食と書いてありまして、ロースカツ定食1320円、ヒレカツ定食1320円、カツ丼定食1540円、ロースヒレがありますね。で、こちらがお昼のメニューで、夜は実はカツ料理も堪能できますよ。もちろんね、カツ料理もありながら、実はとんかつ屋さんじゃなくて基本的にはこういったオレンジワインのお店、飲み屋さん、こういったものが飲める飲み屋さんで、その中でとんかつもいただきますといったイメージなんですね。限定5食の特選ヒレ定食というものもあるんですけれども、これもめちゃくちゃ気になるんですけども、今日はカツ丼見たことないよって言われてきてしまってるだけに、これも見たことないんですけども、カツ丼、ロースカツ丼行ってみたいと思います。いただきます。うわー、見たことない、これは美しい。何これ、カツ丼って言ってこれ出てくるかね。出ました、閉じないカツ丼、閉じないカツ丼で出ました、低温じっくり調理のピンク断面、美しいやつ。そしてご飯、卵となんかのお出汁でかき混ぜちゃってるご飯かな、こんなコンボあるの、美しい、美しい、こっから崩したくないくらい綺麗な見た目。いただきます。では一旦こちらをちょっとだけ避けさせていただきまして、はい、で、この辺厚みも
厚みも素敵、美しすぎませんこれ。何このうっすらピンクの感じ、最高。豚の旨味異常です。異常なほど豚のうまさが口の中を駆け巡りながら、今見ました、僕ねこの一切れで3回飲み込みました。そのくらいのボリューム感もありながら、これまで食べてきましたカツ丼のお肉では一回もなかった、なんかグリッと感味わえるやつで、衣はねこのように薄めなんですけども、しっかりサクッ感が味わえるやつです。で今ね一切れ食べてご飯で追いかけたかったんですけども、レンゲがこっちなの、こっちがレンゲなので、次はこれ行ってからレンゲで追いかけます。すみません、やっぱりこのお肉が今うますぎて、カツ丼としてじゃなくてやっぱこのとんかつだけでいっちゃう現象起きました。で今回は3飲み込みじゃなくて多分4飲み込みくらい、4カウントかな、スカウントさんという割に4カウントしちゃいました。こうなったらちょっとあれなので、先にご飯行く、やっぱそうだ、ご飯はちゃんと初めから卵とあえて混ぜてある、だから割り下で煮るパターンじゃなくてリゾットパターン、リゾット、おしゃれな言葉、超うまい。卵のプルジュ感も味わえるリゾットでした。で今このリゾット感がうますぎて、カツいかずにリゾットだけで食べちゃいました。なかなか出会えない2人だね、こんなに近くにいて相性もいいはずなのになかなかくっつかないっていうね、愛し合ってる会の陣内さんと小泉京子さんみたいな感じになってますけども、次こそは行ってみたいと思います。最高の断面だね。そしたらなんかコントライスの曲でいいんだ、けしからんね、うますぎるでしょ。あの本当に未体験のカツ丼のうまさ、ご飯はねバリシャと卵の感じで馴染みのある味わいな感じもするんですけど、やっぱりね全部で統一して食感がとにかく新しい。カツ丼食べてなかなか衣のサックサク感味わえることもないし、お肉のねぐるっと感味わえることもないし、このご飯の部分のねトロントロンプルン感も味わえない、この3つが合わせることそうないのよ。では卓上アイテムタイムに移っていきたいと思います。なんと文字用もありますので、はい、ちょっと断面の方にね振っていくくらいのイメージで、ちょっと何これ最高すぎるんだけど、もう塩が豚の甘み旨みをまたキュッと引き締めて、引き締めた分口の中でブワッとするんだけど、こんなうまいんだったら初めからやりたかった。ちょっと初めからまた真っさらなやつ全部最初からくれないかなってなっちゃうくらい、どんな種類のクレームだよっていう感じになっちゃってますけども、そのくらい塩必須だ、もう塩必須。こうきてで、もう塩必須なの分かりました。だから断面にパーって振ります。オリーブオイルもありますので、これをちょっとこのリゾット的なものの、うわーなんだよもう、こんなにカツ丼っておしゃれなもんだったの、ちょっと、あーうわーそうなんだ、ちょっと聞いてないんですけども、こんなにうまくなるの聞いてないんですけども、これまでもじゃあやりたかったよ。めちゃくちゃオリーブオイルの香りが香ばしくて、それとこのご飯との相性ベストマッチじゃん。最初からもう一回このご飯全部くれないかな、でどんな種類のクレームだよってなりますけども。でこちらが赤味噌を加えた柚子胡椒ですって。じゃあこの柚子胡椒とご飯絡
絡めていったらどうなるのか問題ですよね。ちょっと聞いてないんですけども、こんなに変身する？今ね、鍋の締めの雑炊を柚子胡椒と食べるじゃん。あの超うまい雑炊の超うまい版出てきたんですけども、こんな締めの感じも味わえるの？すごいね。1個の丼の中で締めの味も味わえる、ストーリーを描けるカツ丼、これは本当に美味しい。そして揚げ物でありながら体がスムーズに受け入れていく感じもね、すごく素敵ですし、本当に見たことないカツ丼で間違いございません。ごちそうさまでした。これはびっくりな美味しいカツ丼でした。というわけでつかんとさんにてカツ丼食べてまいりましたが、いや、またしても新しい世界を見せられてしまいましたよね。こんなカツ丼見たことがないというカツ丼でございまして、近年本当にカツ丼って急にまた変わった進化を始めましたよね。なんか M1 グランプリのさ、一回中断期間を挟む前と後みたいなさ、それまでのまあスタンドマイク一本で話すっていうのは一緒だとしても、なんか違うぞと、カツと卵とご飯それで丼飯を作るぞっていうルールは一緒だとしても、なんかいろいろ違うことしても良くなってきちゃってるぞみたいなことにもなってて、それはそれでワクワクしている昨今でございます。スカントさんのカツ丼とても美味しかったので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、プーさんからのコメントで、ハイジーさんってカラオケでそれが大事歌った時、最後の繰り返しの多さに耐えきれずに途中で演奏停止押して、それはね、自分は入れたことがないからねあれなんですけれども、人が歌ってんのを聞いてて、まだ繰り返すか、自分だったらこれ止めるなって思ったことはあるから、これもう悔しいけども正解なの。みんな僕のこと決めつけてきて正解出すパターンで、また正解された。だからビーズさんのラブファントムに関しましては、前奏があれめちゃくちゃ長いじゃないですか。でもう その待ってる間の空気感に耐えきれずに歌いたかったんだけども、止めて次どうぞってやったことはある。あきらちゃんさんからのコメントで、わざわざ仙台に行ったのに普段着ってどういうことですか。どういうことも何も、仙台普段着で新幹線乗りますし、普段着で降りますよ。で普段着でご飯食べに行きますよ。普通に中華屋さんとか行ってるだけですから、仙台仕様の清掃をすることはないと思ってますけども、正解の服装何だったのでしょうか。ただ ZYBOWDEE さんからのコメントで、いつも楽しく拝見させていただいてます。動画最後に出てくる逃走おすすめ最高って何ですか。読み間違えてるよ。逃走おすすめ最高のわけがない、登録おすすめ最新ね。逃走をおすすめして逃走って最高だよって訴えるチャンネルじゃないから。ひろたんさんからのコメントで、いつも変なコメントとおっしゃいますが、そのコメントを考えるために動画再生時間の4分の3を犠牲にしている視聴者の気持ちを考えてください。そうだったの？そんなにみんな真剣にありがとうなんですけども、じゃあ動画見てないの？再生しながら見ずに、今日どうやって変なコメントを送ろうかなってやってんの？その時間ほとんど本編だから、4分の3って大体本編の時間だから、じゃあみんな本編の最中は真剣に考え事してて、コメント紹介のコーナーになったらいよいよ自分のコメント書き込むみたいな感じになってんの？ちゃんと見てほしいと思ってる。こじこじさんからのコメントで、毎日ではないのですがコンスタントに米を投稿しております。まだ一度も読まれたことはないのですが、僕も覚悟はできています。ハイジさんから戦力外通告してくだされば、今後米を書くのを潔く止められますので、米欄に必要のない視聴者には厳しくはっきりと言ってください。どんだけ思い詰めてんの？いや、コメント皆さん本当ありがたいんですけども、考えすぎ、思い悩みすぎ、変なコメントを投稿することに真剣になりすぎ、このチャンネルでの僕とコメント欄の皆さんとの関係性よくわかんない、
戦力外通告してくださればとかそういうことじゃないじゃん。こじこじさんもっとね楽しい気分で見てもらえたらいいかなって思っておりまして、ちなみにこじこじさんがどんなコメントを過去にしてくださっていたのかっていうのをね見てみたんですけれども、今日のハサミをメガネの代わりにしてください。もうね行くところまで行ってる。